今日は田中正人を探しに関東の秘境群馬にやってきました。どこだ田中正人。OK です。マサトさんもともと理系で研究職とかされてたと思うんですけど、はい、その職歴というかそういうところってちょっとお話聞いてもいいですか。はい、まあ、子供の頃の話から始まって、もう本当にね、もう小学校入る前ぐらいから、はい、なんていうの、化学実験みたいな、クラスコで薬品混ぜたら煙が出て爆発するみたいな、はい、ああいうのがもうすごく好きで心が躍るような状態で、保育園行ってる時から家の中の調味料とか母親の化粧品とかなんかこう混ぜたりして遊んでて、で決定的だったのは中学に上がって、まあ、あの化学の化学反応式とか習うようになって、でますますハマり込んでって、高校進学するときにもうすぐに専門的なところに学びたいと思って、それで高等専門学校に行って5年間勉強して、ですぐに化学会社に就職して、はい、まあ、研究職で調味料と化粧品を混ぜたんですとか、いろんなもん、とにかくね何でも混ぜてました。全然反応しなかったんですけど研究してた内容としては例えばどんなものだったりするの。まあ、有機合成化学、有機物の合成をやってましたね。会社としては有機ゴム薬品って言ってゴムを製品化するときにいろんな性能を出すために混ぜる薬品があるんですけど、硫黄系が多いんですね、うんうん、あのゴムの下流とかね、はい、っていう他の一般の化学会社が扱いたくないものの仕事がどんどん研究所に来るんですよ、はい、一番刺激的だったのはやっぱシアン化合物を軍隊が使うような防毒マスクして実験やってました、ね、でその後いわゆる破折ネとか、はいはい、そのあたりのレースに出るようになると思うんですけど、はいはい、そのきっかけとかっていうのは、きっかけはですね、高等専門学校の時にオリエンテーリング同好会があって、そこで、まあ、オリエンテーリングを始めたっていうのが多分そもそものきっかけで、社会人になってから多摩オリエンテーリングクラブっていう東京の多摩地区の地域クラブに入って、そしたらそこが競技志向がバリバリ強くて、もう毎週末山を走ってて、はい、フルマラソンも出たり富士登山競争とか出たりずっとやってる中で、93年の時に第1回の破折ネ大会が行われて、うん、優勝したっていうのがなんかねこうきっかけ、全てのきっかけですね、はい、平日は過激な研究職をやって、はい、休日は山に入ってっていうような生活だったってこと。そうですね、まあ、研究職ももともと一人で、で破折ネとかトレラン大会も基本的には一人で走るような、うん、アドベンチャーレースっていうとそこからチーム競技になると思うんですね、うんうん、でそこの一人プレイヤーからこうチームになるっていうところで何か感じたこととか、はい、メリットデメリットとか。それがね実を言うとすごく大きくて、破折ネ大会で優勝したことがスポーツ新聞の記事になって、その時世界ではレイドゴロワーズっていうのが、まあ、アドベンチャーレースの元祖のレースで、日本人は誰も完走したことがなくて、うん、それをタレントチームを完走させようっていうプロデュースした人がいて、うん、その人がその僕が破折ネ優勝したスポーツ新聞の記事を見て、メンバーにいいっていうんで声をかけてもらったっていうのが最初きっかけで、唯一引っかかったのは チーム競技っていうところで、で僕はすごくこうなんだろう、チーム競技は大嫌いでなんていうの、自己主張が強くて人との協調性とかが全くなくて、だからチーム競技だと自分の好きなようにできないじゃんと思って、それだけはちょっと不満っていうかだったんだけど、でもただ面白そうだっていうんで、まあとりあえずやってみようってことで、実際やってみたらそのチーム競技の難しさをそこで身に染みて感じて、それでなんだろう、今まで悠々自適に生きてきたんですけど、ただそれはなんかこう自分の苦手な人とのコミュニケーションを取るとか、相手の気持ちを気遣ってうまくこうプロジェクト回していくとか、そういうのはずっと言うは
避けて自分の得意なところだけで生きてきたんで、うん、あこれじゃダメだなって思わされたのがアドベンチャーレースがそう初めて、あ今まで天職のような仕事でやって楽しくやってたんだけど、なんか人間性としてこのままじゃダメだなっていうのを思い知らされちゃったんですね。1回のたった1回のアドベンチャーレースで、ああそれでもう次の年に会社辞めてプロアドベンチャーレーサーって勝手に名乗って、まあ、飛び出した感じですね。悔しいのを克服するためのスタートだったって感じですね。うん、そうですね。そうですね。僕は意外と、なんだろう、ネガティブな要因の方がパワーになるタイプなんで、悔しさとかあった方がすごい力になります、ね。うん、プロとじゃあそのアマチュアの線引きっていうのは、うん、どこなのかなっていうのはどう考えますか。そうですね、まあ、一般的にはそれだけで食べていける お金も入って食べていけるっていうのがプロだと思うんですけど、まあ、僕の中では、まあ、その人の人生の中で一番趣を置いてるものにしてるってことが、まあ、プロかなと思っています、ね。うん、人生の中の比重というか、はい、まあ、圧倒的な比重で、でぶっちゃけてあの平均的にレース関連の収入ってどのぐらいなんですか。レース関連っていうのが難しくて、はい、レース関連で入るお金って全部レースの経費で使うっていうことなんで、うん、生活費には回ってないですね、はい、そこからプラスアルファで配当はないっていう。そうですね、まあ、あとはだから他のカッパークラブでラフティングのガイドをしたり、はい、自分たちで、まあ、そういう地図埋めの講習やったり、うんうん、ちょっとレースイベントやって若干上がりがあったりとか、うん、ランニングカメラマンでちょっとテレビ関係なのでカメラマンやってほしいとか、うん、そういうので、まあ、ちょこちょこ うん、あったりしてどうにかなってる。あ、それはじゃ あの一切働かない枠ではない。そうね、まあ、トレーニングが兼ねられるとか、はい、まあ、僕の中では要するにただ生活のため生きるためにお金を稼がなきゃいけないって言って何かお金稼ぎためだけの行動するっていうのは一切やってない。その辺スーさん何か思うところありますか。特にはない。実際じゃあレースで例えば賞金とか出た時って、うん、大体いくらぐらいなんですか。まあ、いろいろレースによって違うとは思うんですけど。そうですね、大きい大会だと、まあ、トップになるとなんか5、600万ぐらい、うんうんうん、あと1000万っていうレースもあったかな。でもね、大体3位ぐらいまででその半額半額ぐらいなんで3位ぐらいまでで、はい、それ以降は以下は出ないって感じがほとんどですね。だって行くだけで300万とかですか。もうちょっともっとかかります。300万ぐらい、うん、ちょいかかる。じゃあ本当に1位になってやっと苦労時みたいな感じなんですね。でやっぱ賞金がしっかり出るレースは本当に強豪チームが出てくるんで、はい、まず無理ですね今のところパタゴニアエクスペディションあたりだとどうなんかあったりするんですか。ね、パタゴニアエクスペディションレースは賞金出ないんです。あ、出ないんですね。そうなんです。あんなにすごいのに。すごいのに、まあ、参加費も安いんですけど。あ、そうなんですね。パタゴニアのちなみに何ドルぐらい。ね、6万とか7万円くらい。ちょっと何年か前から値上がりしちゃったんで、はい、12万円くらいになったんですけど。1チーム、はい、1チームでだから主催者もね、本当趣味でやってますね。セキュリティゼロ。怪我したらさよなら。あ、じゃあ本当に ARGS とかと価格帯としては変わらないぐらいですよね。そうです。すごいですね、そう考えると。その今後一切働かないとして、マサトさんの中でその結果目標となるものっていうのは何ですか。常に学びがあって自分を成長させてもらえる場であるっていうのがもう第一なんですね。うん、で。それにのめり込んで活動したんだけど、お金もない資金もない中で海外レースやるにはやっぱりすごく大勢の方からの応援を受けないと、応援支援を受けないとやっていけないんで、うん、それを受けたからには何か返さなきゃいけない。でも例えばある企業がね、お金出してもらってもその企業に対するスポンサーメリットなんて何にも返せないですね、うん、で一時期すごい悩んだ時期もあったんですけど、何ができるかって言ったらやっぱり自分が経験したことをアウトプットして社会に、一般社会にアウトプットしていくことだろうと、まあ、大きく言っちゃえばそれで日本が少しでもねいい社会になったり、みんなが元気になってもらったりってなればいいなっていう感じでやってますね。うん、
周りに理解されないであろう競技に、うん、まあ、その人生をかけている大元の原動力みたいのって、うん、何か正人さんの中であったりします？チームワークなんですよね。で、僕はそこがもともと苦手だし避けてきた世界だから。でもやっぱ一般社会では一番大事なことっていうか、まあ人として生きていく上で自分は一人で生きてるんだっていう人も必ず絶対チームに所属してるわけですよ。もう嫌おなしに、うん、まず親とかね、兄弟とか、まあそういう家族とかね、まあ、地域とか職場とか絶対何かしらのチームに所属してるはずなんですね。意識してなんか周りの環境を良くしていくかどうかによってやっぱこの自分の人生が豊かになるかどうかってすごく雲泥の差になると思うんです、うん、なんかその自分が苦手で避けてきたことがあこれはダメだなって思ったんで、そこのチームワークが非常に問われる、こんなに究極にというか問われるものはないんじゃないかな、うん、でアドベンチャーレースにはそういう要素がいっぱい詰め込んであって、もうすぐに極限の状態下でのチームワークが試されてしまうとか、はい、本当の自分の奥底にある人間性がもう出てきてしまうっていう、うん、そういう環境がアドベンチャーレースにはあるので、そこがこのレースのすごいところだ。その世界で勝負をして自分の人間性も磨いていきたいし、自分のチームも良くしていきたいし、それをみんなにもなんかこう伝えていきたいなっていう、発信していくっていうのが結構メインにはなってきてる、ね、そうですね、それはすごく大事だと思ってます、うん、そのアドベンチャーレースを要約するとしたら何ですか？僕個人でアドベンチャーレース何かって要約するとしたら、まあ、僕自身の人間性をすごく成長させてもらえる場であるっていうことですね、うん、そのために一生を人生かけて自分を磨きたいと思ってます。チームを去っていったメンバーに対して今だから思うこととかって何かありますか？そんなに特にないんですよ。基本的に来るもの拒まず去るもの追わずっていう感じで、うん、アドベンチャーレースやるのもちょっとこういろんなものを犠牲にしないとやっていけないし、しかもこう多種目だからやるべきことがあまりにも多すぎて、うん、もう何年も何年もやってても全然先が見えないような要素もあると思うんで、そこでなんかこうね気持ちが変わっちゃうってことはやむを得ないと思うし、うん、あといろんなことをやっていく中で自分にマッチしたものを見つけてね、自分はこの世界で行きますっていう人もいるし、まあ、いろんなことが起きると思うんで、それはもうそれでね、それに関して僕は何もそんなには思わないですね。ただイーストウィンドで何かを学んで、まあ、卒業していってくれたらいいなっていうのはあるので、だからその後何かこう活躍、ね、元のメンバーが活躍してるのを見るのはすごく嬉しいですね。去っていく人がいるにしても、そういうチームに常にしていきたいなとは思ってますね、うんうん、スーさんなんか思うところってあります？私も同じで、こう今までこう歴代ずっと見てきた中で嫌で辞めてくってことはないんだなっていうような感じがするんですよ。ある人に言われたんですけど、イーストウィンドっていうか田中学校だって言われたことあって、で田中学校に来てくれた、で田中学校で勉強したというか何かこう学んでそれで卒業してったんじゃないかって言われて、やっぱ辞めてく時って何か何が悪かったんだろう、何が合わなかったんだろうって考えちゃう。でもみんなそれ何が悪いっていうわけではないっていうのもあるので、まあ田中学校にみんな来てくれて卒業してそれぞれの道を歩んで、で面白いのがその田中学校来た人たちって普通に就職してないんですよ。みんな自分の道を選んで歩いてるんですね。すごいそれが面白いなって、うん、無駄じゃなくて、特に初期の頃いろいろ楽しんでやってきてもらってた国内のレーサーの人たちってやっぱちょっと面白くて、普通のスポーツに比べたら年齢層高かったり、まあ、会社でももうそろそろ課長ぐらいかなみたいな人も多い中で、なんかみんな子供っぽかったり、はい、でも責任力もあるなみたいなとか、
そういう面白い大人の人が多かったんで、そういう人が日本中の各職場に一人ぐらいいた方がいいんじゃないかと。僕ね、アドベンチャーレースは正直ね、日本人向けじゃない、向きじゃないし、うんうん、日本でブレイクすることもないと思ってるんですよ、うんうん、でもこれにハマってくれる日本人もある一定数がいるはずなんですよ、はい、そういう人たちを発掘したいで、目覚めさせて、また自分のいろんな職場とか地域とか社会でそういう子供っぽい大人のところを発揮してもらえたら日本が面白くなるんじゃないかなっていう、はい、口ばっかり言ってるんじゃなくて、なんか自分で決断して何か失敗してもそこからどうリカバリしようかとか前向きに捉えて、なんか問題解決していくような、もうアドベンチャーレース自身が そういうことの繰り返しだと思うんで、だからそういうのを楽しめる人っていうのは一般社会に戻ったり家庭に戻ってもこういろんなトラブルを楽しめる人になるんじゃないかなって思ってるんで、そういう人を増やしたいですよ、一人でも。今の話も通じるんですけど、一番求められるそういう力ってどのあたりですか？ここがね、すごい難しくて、僕がアドベンチャーレース始めた時はリーダーっていうのはとにかく一番強くて、一番経験があって知識もあって、で決断力もあって責任力もあって、それで方針を決めてみんなを引っ張っていく、はい、っていうのがリーダーだと思ってたんですね。でずっとそれでやってたんですけど、どうもうまくいかないっていうか、それでもうチームが崩壊したこともあって、何かこれはダメだと、もう本当にこう自己批判をすごい繰り返して、強い引っ張るリーダーシップっていうのはどうもダメだというのに気づいて、まあ今はみんなが生き生きと主体的に活動できるような、なんだろうな、このバックアップするような、はい、そういうリーダーシップじゃないとダメだっていうのに気づいてやってきてはいるんですけど、でもそうは言ってもなかなか受け身のメンバーにはそれがなかなか伝わらなかったり、逆に引っ張ってもらわないと困りますみたいなのも最近出てきたりして悩んではいるんですけど、安心感とか安定感を与えるような力強さも やっぱり必要なんだろうなと、自分はなんかこのチームでやれることがあるんだっていうのを育てながら、主体的にね、はい、主体的に関わってもらえるようにこういろいろいろんなことを考えながらやっていくのがリーダーなのかなと思ってますけど、昔のメンバーはね、やっぱ自己主張強い人が多くて、俺はこう思うっていうのをバンバン言ってくれる人が多かったような気がするんですけど、はい、今のメンバーはほとんどないですよ、ね、言わない、言わない何も言わないよりはむしろ切れてでも出してくれた方が、まあ、脳がいいですね。だから容器はそういうタイプなんですよ。ああ、なるほど。もう超ストレートにポンと出してくれるんで、こっちもカチンってくることあるんだけど、だからコミュニケーション取りやすい、はい、腹の裏を読まなくても済むっていうかね、うんうんうん、今ね、社会がグローバル化してるじゃないですか、はい、もう日本国内じゃなくて世界と、ね、人たちと渡り合っていかなきゃいけない中で、はい、それ非常に不安ですよね。そういうのだと海外の人ってもっとやっぱ自己主張しっかりするっていうのをすごく重視するし、はい、かといってこう口喧嘩するんじゃなくて、ちゃんと相手もリスペクトして相手の人権とかね、人間性もしっかりと尊重しながらもお互いにしっかりと言い合うっていう、うん、その素晴らしいコミュニケーション力が持ってるで、アドベンチャーレースはまさにそれが必要で、日本人にもみんなそうなってもらわないと、うん、ちょっと将来不安ですよね。会議の席では黙ってて、うん、帰ってから文句言うみたいな。そうですね、それね一番最悪なんですよね。格言日めくりカレンダーで毎日鬼軍曹、幻覚は楽しめ、失神したら痛いと認めてやる、イーストウィンド鬼軍曹田中正人のありがたい格言31を収録。毎日鬼軍曹、鬼軍曹直筆サイン入りで2500円、田中正人に毎日会える。ありがたい、はい、暴言暴言誰か欲しがるかな。